めっちゃむずいっすね。知らんでしょ、受験生。ほぼ取れないと思いますよ。再起とか出してきましたね。心に。だから選択肢の単語はむずい。 B の構造とかめっちゃむずいじゃん。 Gave this concept of willing obligation to the dead, the living, and those yet unborn. That's most moving expression. ので始まりました、もちちチャンネルです。さあ今回は早稲田大学文化構想学部の問題公表していきましょう。ちょっとね、寝癖で撮ってくれっていうリクエストに答えてますが、それでいやー、やっぱりね、まあいつも言うんだけど、穴埋めからやらない方がいいかもよって言うんですね。穴埋めめっちゃむずい時あるからって言ったんですけど、やっぱそうですね、むっちゃむずいっすね。いやー、これきついよ。苦情補充マジむずくない？あ、一文要約も苦戦した人が多いと思いますね。まあ、例えば、河合とヨゼミでも、本当になんか要約って感じ。で、他のとこですね。今回は文挿入も優しめだったんで、で、会話がすごく簡単。で、内容一致は、ま、いつも通り解けるものになっていたので、だからそっちを確実に正解するっていうのが大事かなと思いますね。で、大問234は全問正解が狙える。もちろん、早稲田のレベルに達してる人ですよ。マーチレベルの人がやったら、当然234でも間違いますね。めっちゃむずい。大問1行きましょう。最初、There was no absolute threshold ですね。はい。こいつ出やすいっていうのは言ったっけ？大学受験でも早慶では出ますよって、確か英検1級の動画かなんかで話してたやつですね。まあ、敷居とか境目。今回、ビトウィン来てるんで、complex and simple animals ですね。complex と simple のアニマルのこの境目っていうのはってやつです。知らんでしょ、受験生。ビトウィンでインタラクションとか選ばないようにね。だから、英検1級のね、動画見てる人いないか。見てたらよかったかもしれないですね。で、次のディミニッシュはできなきゃダメ。早慶レベルでは基礎の表現ですから。ミニが入ってるから簡単に覚えられるって、これはいくつも動画で言ってますね。3番は、loosely organized neural net ですね。まあ、何言ってるか分かんないかもしれないですけど、文脈ちゃんと分かってれば大丈夫です。で、シンプルで、プリミティブなものになっていくってことは、loosely organized ですね。で、文脈できちんと解かなきゃいけない。で、次が、the dynamics of the organism's experiences will slow down as well. で、このまあ、スローダウンだから、こう、ダイナミックスだって分かんなきゃいけないんだよね。スローになるものだから。むずいよね。でも、日本語でなんて言うの、ダイナミックスって。ダイナミック、こう、流れというか、変化というか、そういうやつよね。力学力こんなの解けんのって感じかな。次が、preliminary だね。evidence is preliminary.ということで分かんないといけないんですよね。この単語自体は出てきますね。プレなんで予備段階とか準備段階とかっていうので、まあ、よく使われる表現なんですけど、受験生が知ってるかっていう感じだよね。次も、はい、awareness ね。はい、むずいと思うね。その前もさ、inkling of とかさ、何手がかり、暗示、ヒントみたいな意味だよね、これね。いや、むずいよ。で、これが awareness。だから、その inkling の部分が分かんなくても、その意識がないっていうのでいけはするんですよ。その前のやつもな、step down the ladder of complexity, rank by rank。この一段一段、この ladder だから、はしごですね。はしごの一段一段を下がっていくと。だ複雑な生物から単純な生物にこう下がっていくときに、awareness、その意識があるのかないのかっていうのは、まあ、入試問題の長文で何回か見たことあるけど。いや、難しい。次が、the only subject we have direct acquaintance with。自分たちがこう馴染みがあるようなものっていうことから、ourselves を選ばなきゃいけない問題です。ほぼ取れないと思いますよ。diminish と loosely ぐらいは解けてほしいかなと思ったけど、他はだいぶ難しいんじゃない？いや、普段英語に触れてるから分かるって感じだった、自分自身。B です。B の方がまだ簡単かな。science っていうのが derive from ですね。こっから来てる deriving from ですね。Latin scientia から来てますよみたいなやつは、これはまあ知ってる人は多いと思いますね。で、次が hallmark。特質とか目印。これはまあ知ってればって感じじゃない？やっぱ早慶レベルです。出会ってるかだよね。10は無理じゃない？多分ね。draws a boundary round some set of imaginable future observations とかって、これ、まあ、わけわかんないのが出てるんですけど、まあ、boundary、境目ですね。こう、境目をこう、書くってことですね。こう、round で、こう境界線をこう、書くっていう、このイメージができればできるかもしれないけど、まあ、難しすぎるかな。で、次が、the more robust theory ですね。ザプラス非角球の形。で、robust を知ってるからですね、なんか強い、strong なイメージを持っとくといいんですけど、まあ、自分は知ってるけど、ただね、この B とかさ、D がね、
improbable unreliable だから逆の方向を向いてんなって思って選べちゃう人はいるかなと思った選択肢で。で次は gravity、 これはできますね。 a theory of gravity、 物体っていうのがこの真ん中の方にこう近づくだからわかるんじゃない。次は rule out、 排除するは知ってれば解けません。これは授業で言ってたから rule out the possibility ですね。排除するで後ろに可能性っていう単語がよく続くって教えてますから、だからこれはできてくれなきゃ困るかなと思って。で次は irregularly は changes と続くからね、 change と続くんだからregularly だとわかるでしょう。でも C がね4回並ぶのか、 C が4つ並ぶから選びにくいかもしれないですね。はい、続いて内容一致ですね。ちょっとやっぱ一歩踏み込んだ読解は必要、ただ消去法とかもすごく役立つっていう印象ですね。で最初が動物っていうのは文化はあるけれども、その文化を口頭で喋って伝えたりとかストーリーにして伝えるとかそういうことはないっていう話だったんで、だから B を選べます。まあ、他が明らかに違うしね。16の方は最後の方に書いてあったよね、人間っていうのはその話を聞いただけで場面がね想像することができるから、聞いただけでわー怖い恐ろしいって思えるっていう話だったんで、だから B が正解になるんですね。で動物とかそういう風にはねできないわけじゃないですか。実際にこう誰かが食われちゃうとかね、そういうのを見たり経験したりして怖いもんなんだあれはって学んでいくけど、人間は話を聞いただけでもそれは怖いもんなんだとかっていうのがわかると。B ですね。 B の方がまあ読みにくいかな、状況が浮かびづらいよね。この race っていうね、人種っていうのはやっぱ日本人苦手なんですよね、出てくるとね。まあ、当然アメリカではすごく大きなトピックなんですけど、そのダンサーになるですね。最初が Black dancers often faced with the pressure of becoming a symbol for their race が正解で、他のやっぱりおかしいよね、全然。B とか C とか完全に矛盾してるし。で、18、ニコラス・バーザースは何の例か。B ですね。これもやっぱり消去法でいけるかな。1C は全然違うし、D は全然書いてないよね。まあ、引っ掛けの場所はちゃんとあるか。で、次がタイトルなんで、まあ、タイトルはレースが入ってるものですね。A になるわけでしょ。人種について触れられてないからね、他は。次が、はい、ジェンダーステレオタイプス。めちゃめちゃ出るやつですね。で、これが広告にそのジェンダーステレオタイプスを出した方が、物が売れたりするみたいなね。これ何回も出てる。やっぱジェンダーは出やすいんですよ。まあ、だからコロナが1番でしょ。で、2番が SNS とか、スマホとかそういう系。で、3つ目はジェンダーだったんですよ、去年。出たの、2021年、ね。入試問題のトピック見ると。で、やっぱりジェンダー来たなって感じです。で、アドバタイスメントっていうのが、often have unconscious effects on our psyche とか出してきましたね。心に。だから、選択肢の単語は別にね。21は、あ、ノット問題ですね。これ最初ノット問題じゃないのかと思って、あれこれ待ってるし、これ待ってるしと思って、あ、ノット問題だ、うん。C は明らかに全然合ってないから、全部を見つけることができなくても選べる問題かな。self-objectification。objectification。客体化ですか。で、次、ジェンダーステレオタイプスがなんで危険なのかって言って C 選べますね、これはね。次は2017年のアドバタイズメントの、これを制限した理由っていうのは、そうですね、みんな痩せすぎてなきゃいけないとかね、そういうのをなくそうとしたから C で。で、タイトルは、バフメンとかね、筋肉。ある面とかホームメイカーウィメン The Toxic Effects of Gender Stereotypes という形で、まあこれもトピックですね、まさに。なのでやっぱ大物には取れてほしい、まあ1ミスぐらいでいけたらいいかなと。続いて大門さんですね。文挿入なんですけど、やっぱここちゃんと対策しとくことですね。今回は取りやすいんですよ。あ、ただ引っかかんないでね、やっぱ二択で悩むようになってるよね。those があるとか、this concept があるとかさ、いろいろありますよね。代名詞、指示詞がいっぱいあるんで、それで解きやすくはなってるんだけど、ただね、挿入する文の文構造がむずい。それは思った。だからその構造が分かんなくても一応正解を選べるんだけど、なんでこんな難しいとこ抜いてくんだろうとちょっと思ったね。最初は D ですね。The living generation knows more than its grandparents of grandbaba っていう、知ってるっていうトピックだよね。このまあ、25の前に generation っていうね、単語も出てるんでヒントにはなってると思います。A を A に飛びつかないことが大事です。で、次が多分 G と H で悩む。まあ、shoulders of giants なんでね、そのまあ、昔の人なんで、あ、ドーフ出てるじゃん。これも英検だっけ、なんかの動画で言ったよね。まあ、死んではいるんだろうけど、でも死人っていうところよりは、those giants でちゃんと受けてほしいかな。この ancestors の肩に乗ってるんだよ。その範囲しか私たちは見えない。見える範囲っていうのは、今までのこの先祖の人たちがやってきてくれたことによるものなんだっていうの、このトピックは結構よく出るトピックですよ。昔の人たちのおかげなんだっていうですね。
とはドーズジャイアンツでちゃんと言って、で、次のところでディーステッドのおかげであるっていう G を入れますね。そう、だからね、似てんだよね。そう、話が似すぎてて、同じことを言ってるから読みやすいんだけど、入れる場所は難しく感じちゃうよね。Their votes deserve to be counted ですね。彼らのやったことっていうのがちゃんと、こう認められなきゃいけないみたいな感じで言ってますね。で、次が、F ですね。こうね、先祖たちに感謝しない人たちのことだよね。で次の F と B がどっちかなってなっちゃう人が多いかなと思ったけど、29の方が、エターナルソサイリーとかっていうのが後ろにあったりするので、いけてほしいなと思ったら、まあ、B の構造とかめっちゃむずいじゃん。gave this concept of willing obligation to the dead, the living, and those yet unborn. It's most moving expression.Obligation to the dead, to the living, and those yet unborn. で、ここまでが SVOO の O1 ってこと？で、It's most moving expression が O2 ってこと？めちゃめちゃ胴長の文じゃない？そしたらすげえな。で、まあこの expression っていうのもヒントになってますね。で、次が、No man has a right to abandon that contract. これは簡単ですね。That contract っていうのが、コントラクトが前に出てるから。で、最後は残った C を選べば大丈夫です。Never thought himself taller than the giants from whom came his strength. わ、すごい、統治起こってる。っていうので、やっぱ似てんですよね。選択肢読んだ時点で内容似てんな。はい、次、会話。会話はめちゃめちゃ簡単だった。feel like ING, feel like checking out. ムービーが来てるから簡単。だからこれ、禁止とかバラバラだから、13択ありますけど、全然13択にならないんで。次が argument ね。had a big argument ですね。揉めたんです。どの映画見るとかのいうのだっけ。で、you are so put off by the idea ですね。put off 嫌いっていう時に使う表現ですね。延期するだけじゃないです。嫌だ。で、次が into。これめっちゃ出るね。be into。I'm into 何々。今回ミュージカルが好きだってやつね。次、what is that about は簡単。で、次が diverse と並んでるから、この multiracial。また人種出てる。で、次が sarcastic about ですね。まあ、これは簡単ですね。はい。まあ、put off じゃない一番難しかったのはって感じです。最後のやつね、デジタルの時代に影響があるかっていう話ですね。まあ、可愛いとかだとね、play a larger role in the lives of many people ですね。多くの人たちの中でこう、役割を果たしてってるよみたいなのは、あ、なるほどって思った。ヨゼミの方は、permeate our lives in a wider range of ways ね。様々な点で、こう、浸透していってるっていう、permeate っていうなかなかむずい単語を使ってますね。まあ、他にも、まあ、penetrate とか、pervade とか、infiltrate なんていうのが使えるかな。ちょっと難しい表現ですね、どれにしよう。ちょっとレベルが高い単語なんで、まあ、可愛いの回答の方が作りやすいんじゃないかなと思いました。はい、という感じですね。間の2、3、4ですね。そこを確実に取るっていうのが大事って感じました。1はだいぶきついんじゃないの、この穴目っていうのが印象でした。はい、ぜひですね、受けた方ですね、ご意見お聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.